西広島タイムスを発行しております。株式会社エルコのマスコットキャラクターエルコちゃんは皆様に元気、ワクワク、ハッピーをお届けします。毎週金曜日11時からのエルコちゃんタイムス、よろしくね。ハッピーハッピーミーラッキーラッキーチャンス、ゴーゴーレッツゴーエルコちゃん、どんな時もよろしくね。You're listening to FM 八日市 76.1. Hello everyone, how are you doing? エルコちゃん Times has just started. This program is brought to you by エルコ Company Limited, publishing NHT 西広島 Times. We will send you energy, excitement, smile and happiness. 皆さんこんにちは。エルコちゃん Times が始まりました。この番組は西広島タイムスを発行している株式会社エルコの提供でお送りいたします。皆様に元気、ワクワク、笑顔とハッピーをお届けします。番組最後にプレゼント応募のキーワードを言います。そのキーワードを LINE の西広島タイムス公式アカウントより入力して申し込んでくださいね。あとハガキでも受け付けます。宛先は最後に言いますね。本日のパーソナリティは株式会社エルコ代表のエルコちゃんこと沖野ありさです。よろしくお願いいたします。今日も FM 八日市のスタジオでゲストさんをお迎えして頑張ります。本日のゲストは株式会社 N スタイル代表取締役流田直子さんです。後ほど詳しくご紹介します。 I'm gonna do my best エルコ頑張るこにゃおこにゃおこ忘れてる。にゃおこも頑張る子って言ってくれるはずなのに。エルコちゃん is waiting sometimes, please follow her. She has a part called Find Me. If you find a tiny エルコちゃん, you may have a good luck. If you are interested in エルコちゃん lunch, then please get it. エルコちゃんの口癖、インスタグラムで時々つぶやいています。よかったらフォローしてください。エルコちゃんを探せのコーナーとかあって、ちっちゃなちっちゃなエルコちゃんを見つけたらいいことあるかも。ついでに、エルコちゃんの LINE スタンプ、第1弾、第2弾もよろしくね。西広島タイムスからのお知らせ。はい、 LINE でお友達になった人が今見れちゃうニュースをお伝えします。まずはですね、吉和でルバーブアイスを発売、そして吉和園児がひまわりの苗を植えました、そういう記事が出てますね。あとはですね、佐伯区湯の山から羽ばたけ若鯉ということでカープの新人選手が参拝した記事が載っております。それと広島市と廿日市市が女性の困りごと支援へということで記事が載っているので見てくださいね。ただいま西広島タイムスは休刊中でございますが、お待たせいたしました、西広島タイムスのウェブタイムスが始まります。はい、今月ですよ、イエーイ。6月26日の土曜日に約10万部ほど発行いたします。ウェブ版とともに紙媒体が出ますのでお楽しみに。はい、それで LINE で西広島タイムスとお友達になったら YouTube ほかプレゼント、先ほどの記事のニュースなどが見れますので LINE の登録をお願いいたします。はい、それではこの辺で西広島タイムスの英会話をやってみましょうね。ずっと前に LINE スタンプエルコちゃんの作った1周年記念に作ったナンバー72を持ってきましたのでやります。エルコちゃんの LINE スタンプ First Anniversary。 毎日エルコちゃん広島弁もあるよ。 Every day エルコちゃん We have Hiroshima dialect。 G 見てますよ。 I'm staring at you。 ふむふむ、I see. 電話 OK? Can I call you? お好み焼き食べん? Can we have okonomiyaki? は! What the? ずらかろうぜ! Let's get out of here! もうはぶてた! I'm pissed! ズーン! I'm so depressed! キラキラ! Please! はい、こういう感じで
なお姉さんありがとうございます。はい、 LINE スタンプで、まあ、あの持ってる人は分かるんですけど、エルコちゃんが時々横からじーっと見ていたり、あのお好み焼き食べんって出てきたり、はってびっくりしたような感じ、あとあ逃げようぜずらかろうぜみたいな感じだったり、お願いしますってキラキラっていうので、それを英語に変えてみました。エルコちゃんの LINE スタンプのお話でした。それではこの辺で本日の1曲目、リストで愛の夢に行ってみましょうかね。はい、リストで愛の夢。空の下のビーチバー、夕日も最高、江田島海の巣スパ&リゾート。え、何の巣？海の巣。今週のエルコちゃんが会いたい。本日のゲストは株式会社 N スタイル代表取締役流田直子さんです。改めましてこんにちは。こんにちは。はい、それでは自己紹介をお願いいたします。はい、流田直子と言います。商工センターで婦人服の卸売業 N スタイルを営んでいます。ブティックに婦人服を卸す問屋業と、介護施設さんにおられるご利用者様向けの直接販売移動ブティックや、自社にご来店いただいているエンドユーザー様への直販も行っています。場所はエディオンアルパーク南店の真裏にあります。はい、ありがとうございます。なお姉さん、いきなり忘れとったでしょう。ごめんちゃい。似合うかも、頑張るかっていうところを、ね、いきなりなんかアリタンの焦ったような表情見て、え、何って思ってしまいました。いきなりやらかしちゃいました。いきなりやらかす姉さん、さすが。ということで、もう本当にいつもお世話になってて、とんでもないです。はい、もうとても仲良しにさせていただいてて、ありがとうございます。はい、いろんなね、はい、あの中小企業家同友会、そして広島商工会議所女性会でもご一緒させていただいてます。はい、そしてなんと私が所属するモアトップの会にもご入会いただけるということで、ありがとうございます。ありがとうございます。もうなんか久々のこれ、リバイバルというか、過去10年前ぐらいに入ってたんですけど、そうか、そうなんです。その時ちょっと1年ぐらいでフェードアウトしちゃって、フェードアウト。今回そうなんです。今回なんかまたよろしくお願いします。だって商工センターだから、この女性会に入った方がいろいろ広がるし、そう思います。はい、はい、また商工センターの方も盛り上げてまいりましょう。はい、ありがとうございます。仲良くしてください。はい、よろしくよろしくお願いします。はい、それで、はい、やっぱりちょっと近況報告というか、気になるんですけれども、はい、去年ね、一番コロナのひどい時ぐらいに姉さんに出ていただいて、そうなんです。もう、はい、どんなですか。ちょうど1年ぐらい前に、うん、このハッピーエルコちゃん出させていただいて、うん、本当にコロナ禍でもうケッチョンケッチョンにやられてその時に扱ってた手指消毒液のさっぱりの、うん、これをアリタンと一緒に売り上げどんなって言ったら、うん、さっぱりのっていうことでしたよね。そうなんです、まあ、相変わらずコロナ禍で救急にいろいろ動けてない部分もあるけれども、うん、でも、まあ、動きを止めないよ、本来のその底力でもって、小さなことからコツコツやっております。あ、よかったです。はい、まあ、去年よりかはそんなさっぱりのは良くなってきたよねかな。でもちょっとまあですね、ね、ま、ちょっとはマシになってきて、そうですね、うん、まあ、大変は大変ですけどね、はい、皆さんね、はい、はい、本当助けられましたね。ありがとうございます。はい、それで先ほどの1曲目なんですけれども、はい、なんかいきなり元気よく出てきた私たちが選ぶ曲、ピアノ曲ですか。しかもリストの愛の夢って、これね、エピソードがあるんですよね。そうです、うん、はい、ちょっと前に、はい、姉さんと一緒にピアノのミニコンサートに行ったんですよね。そうです。そしてその時に、はい、まあ、いろいろ話してて、うん、私発表会出るんよいうことで、うんうん、ピアノ習われてるんですよね今。ちっちゃい頃に習ってたんですけど、うんうんうん、もう本当おばさんになったからもう、うん、なんか何かやっぱりやり直したいということが結局ピアノだったりして、うん、たまたまその会社に出る時の大渋滞の時にふっと横を見たら、うん、その信号待ちの時に本当に近所にピアノの看板がありまして、ピアノの看板、はい、なんかもう引き寄せられるように、うん、ですぐ先生に電話して、
ピアノを習いたいんですけれども発表会ありますかって言ったら先生が嫌なら出なくて出ていただかなくていいですって言われたんですけど、うん、いや出たいんですということで、まあ、1年に1回の発表会目指してコツ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 5、6年ぐらいかなやってます。またすごいですね、はい、私も小学校中学校高校までちらっと習ってたんだけど、うんうんうん、もう何十年も弾いてなくって実家に帰った時に時々弾いてたんですけど、うん、なぜか発表会で弾いた曲は手が覚えてるんですよ、うん、思う思う、そう、そう楽譜見なくても、そうそうそう、でも今もう楽譜も読めない、わかる、しかも愛の夢難しくないですか、難しすぎる、何なんですかこの何シャープとフラットがめちゃくちゃ出てきて、そうなんですよ、もう5つも6つも出ちゃって、うん、同じ曲の間にシャープ、そして、普通のナチュラルに戻り、そしてまたフラットいっぱいっていう、そう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 、でファのシャープはソのフラットと同じだったりするような、でもなんか普通に音楽理論的には、うんうん、そこはちゃんと理由があってそんなことしとるんだからそれはど素人みたいに言うんじゃないのっていうふうに怒られました、怒られた、はい、もうミのシャープはファでいいじゃんって感じなんですけど、私はねど素人だからですね、うん、難しいね、でも姉さん頑張ろうね、ありがとうございます、はい、私もねこの曲あの時々ちっちゃい頃に、ね、あの、うん、父の誕生日プレゼントとかでピアノをプレゼントしてたんですよ、うんうん、曲を、それで今回も約1ヶ月前に亡くなりましたが、ね、あのどうしても愛の夢を、うん、あの月光とかだったら暗くなってしまうから、うん、愛の夢を届けたいなと思ってちょっと練習してたんだけどちょっと間に合わなかったので、今度のお誕生日に、うん、もし間に合ったら途中まででもいいからあの発表会のつもりでプレゼントしようかなと思ってる、うん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 、なんかジーンとくるエピソードですよね、いやいやこの愛の夢を ね一緒にその有田に楽譜をね、うんうん、コピーしてあげたりとか、うん、どこまで進んどるんかなってね、うん、私もこれ結構苦心、してますんで、うんうん、そうそう、ちょっと期間といけんなというふうに思ったらなんかねちょっと残念だったね、うん、ちょっと残念なことだったね、うんうん、でもきっと聞いてくれてると思うから、それは絶対だと思う、練習します、頑張る、期待してます、うんうん、また教えてね、わからんところ、いやいやいや、おこがましい、わからんとこ教えてね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、まあ、こういうエピソードがあってそういう曲を選びました、はいはい、そして、お知らせがあるんですって、近況報告でよろしいでしょうか、はいはい、よく聞いてくださいました、はい、実は今月の26日の土曜日、うん、そして27日の日曜日で、うん、Nスタイル恒例の夏物ファミリーセールを開催します、うん、夏物のお洋服小物雑貨のセールです。問屋って聞くとなかなか敷居高いみたいに思われがちですけど、うん、普段から一般のお客様ウェルカムです。特にファミリーセールは一般消費者様向けに大々的に歌ってるんで、ご遠慮なく大手を振ってお越しください。ささやかなプレゼントをご用意しております。うーん、私はねちょっと先取りして買ってきました。ありがとうございます。今日着てる ね, え、ねえ、おしゃれよね、一目惚れでしたね、アリタン、うん、一目惚れでこれください、うん、みたいなね、そう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 、うん、うわーこれおしゃれなんですよ、ちょっと黒っぽくって、この、うん、何ピアスみたいなのがついてる、そ う, そ, う そ, う そ, うそうなんです、うん、女の人の顔があって、うん、そこにちゃんと実際のその装飾のピアスのように、うん、立体的にそういった感じでなってて、ね、おしゃれ、おしゃれ、おしゃれ、もうお気に入りです、ありがとうございます、はい、こんな、ね、おしゃれで、ね、物がよくってあのお安い服もあるので皆さんぜひ行ってみてくださいね、はい、お願いします。はい、そしてさっきね言い忘れたんだけど、うん、そういえばそういえば姉さんってあのピアノ今まで結構聞いたらすごいの弾いてるのよ。いやいや誰も聞いてないけね、いや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 、これどんな結果かは分かってないんだけど、幻想即興曲ですね、ショパンの幻想即興曲ね、これ弾けちゃったの。いやだから私結構ミスタッチも多いんだけども、うん、途中止まることなく、うん、弾丸演奏するんで、うん、よくわからん人はなんかそのまますごいっていう風に聞くみたいで、いやこれって私も前弾きかけたことあるんですよ、で、うん、アメリカ留学中にちょっと弾いてみたら、これってお嬢様が弾く曲じゃんか言われていやお嬢じゃないよって、根性はあるけど、根性のあるお嬢だけどお嬢ではないよって言って弾いたんですよ。いやそれも受ける、受けるお嬢根性の嬢、うん、いいですいいです、うん、で、はい、この幻想即興曲実は全部仕上げてないんですよ私、もうテルルルルルってなってるところもう大義と思って、うん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 、あこれも仕上げたい、ね、途中のバラードのところがしびれるんですよね、かっこいいよね、これやっぱりやりたいね、私も、うん、やってやって、もうなんか
今けん玉も頑張ってるけど、ピアノも好きなんですよ、うんうん、ぜひぜひちょっとじゃあ幻想奏曲もちょっとうちでなんかやらないよね、これ発表会、ね、発表会がないと絶対仕上げないもん。そうそうそう、うん、私もだから発表会向けにいつも習ってるっていうそうですね。でこの間無理食いされてなんか酔っ払った時にピアノ弾いてって言われたんよね、うん、そうそうそうです。なお姉さん、だからそしたらよくちょっとある会でまだねコロナがなかった頃に、うん、そこにピアノがあるんで必ずちょっと演奏を入れていただくんですけれども、うんうん、まあシラフの時の演奏はまあ普通ですけれども、うんうん、シラフの時でも大したことないのに酔っ払った段階で演奏した時にもうめちゃくちゃでまあ普通酔っ払っては演奏しませんよね。でも聞いてる人も酔っ払ってるから、そう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 、円竹縄の時にもうさらっとやった方が一番いいですそういうこともあるかもね。そうです、そうです、うんうん、じゃあ引き続き、ね、練習しましょうね。時々ちょっとまた教えてください。楽譜もねまたシェアしましょうね教えてね。で分からんところ聞くけど、みんなをフラット、分からん、そっからだもんね、うん、そっからそっからそっからやりますよはい、それではこの辺で2曲目のリクエストお願いいたします、はい、竹内まりやさんの人生の扉。ボストンで人気ナンバーワンモンドセレクション2年連続金賞受賞、広島名産のレモンをぎゅっと閉じ込めた広島レモンスティックケーキ、頑張った自分のご褒美に、またお土産にも最適、ぜひボストンへ。今月のプレゼントは海のススパンドリゾート入浴券ペア10組様、そして株式会社ボストンプレミアムレモンスティックここ入り8名様です。それではキーワードを言います。雨でもハッピーエルコちゃん、はい、雨でもハッピーエルコちゃん、はい、ありがとうございます。こちらのキーワードを LINE の西広島タイムス公式アカウントより入力して申し込んでくださいね。あとはがきでも受け付けます。郵便番号 733-8675 西広島タイムスエルコちゃんタイムスプレゼント係まで、住所を書かなくてもこちらで届きます。締め切りは6月30日までです。それでは英会話のおさらいをしておきましょうか。はい、エルコちゃんの LINE スタンプで出てくるじーって見ているところからいきますね。 Repeat after me ね、はい、Oh yeah. I'm staring at you. I'm staring at you. ふむふむ。 I see. I see. でも OK. Can I call you? Can I call you?お好み焼き食べん。 Can we have okonomiyaki? Can we have okonomiyaki? は、What the? What the? 逃げようぜとかずらかろうぜっていうの。 Let's get out of here. Let's get out of here、うん、これ here を there に変えたらそこから出てってということです。 Let's get out of there ということですね、はいはい、もうはぶってた。 I'm pissed. I'm pissedずーんと落ち込み。 I'm so depressed. I'm so depressed. ぶりっこしてキラキラ。 Please. Please. Yes, thank you. はい、これ使えるところは皆さん使ってみてくださいね。エルコちゃんの LINE スタンプに出てくる、はい、お話でした。はい、それではですね、まあ本当なお姉さんとはいろいろありましたけれどもね、はい、今言いたいことがあるんですよね。とってもとっても言いたいことがあるんですよね。そうですね、はいはいはい、これメッセージ、うん、メッセージというか、はいはい、皆さんにメッセージを、はい、そうですね、うん、N スタール施設さん向けだけじゃなくて、うん、若い店さん向けのものもたくさんあって、うん、商品の差別化も図ってます。で去年は売上さっぱりーので泣いてましたけれどもまあ、相変わらず厳しい環境ですけど、まあ、半年くらい前から私の長女が広報にも関わってくれるようになって、今移動しない移動ブティックカタログもほぼ完成。その中にはさっぱり移動も掲載して、本来のさっぱりした消毒液のページもあります。アルコール消毒のように手荒れを心配することもなく安心してお使いください。はい、ありがとうございます。本当去年はね、本当に本当に大変だったよね。で、
サパリーノでしたけど、はい、ここもねちょっとサパリーノってなんで R にせんじゃいけんのかって感じですごめんね癖で別に R しなくていいのサパリーノでしたけれども、はい、まあねみんなで頑張っていたらね大丈夫よ ね、 そうですね、さっぱりと頑張ればいいね、さっぱりと、うん、そうそうそう、でちょっと言い忘れたんですけど、うんうん、よろしいでしょうか。はい、もちろん、もう本当にあのうち の、 あの私大好きなこのキャッチコピー、うん、おしゃれはね、そう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 、これもちろん、はい、去年噛んだから噛まないようにねここ最後に決め台詞ですよ。はい、落ち着いてどうぞ。いっちゃいます。おしゃれは心の処方箋、いつもお客様に寄り添いながらお客様に感謝しお客様の笑顔を大切にします。 N スタイルはシニア世代のハッピーエイジングをお手伝いします。やった、言えた言えた、おめでとう去年はそうそうハッピーエイジングがもうちょっと力みすぎてハッピーがヘッピーになったんですよねそうそうそう、で2人で笑いをこらえるのが大変で、そうそうそう、もうクククククククなっててそうそう、今日はバッチリ言えました。はい、おしゃれは心の処方箋、はい、はい、もう本当良かったです。皆様にハッピーエイジングをお届けする、はい、ということですね。はい、はい、本日のゲストは株式会社 N スタイル代表取締役流田直子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お客さん楽しかった。はい、ファミリーセールよろしくです。よろしくです。はい、そしてパーソナリティは元気ワクワク笑顔とハッピーをお届けするエルコちゃんこと沖野有沙でした。はい、来週はですね西広島タイムス編集長のエルルちゃんと私エルコちゃんが西広島タイムスリニューアルバージョンのワクワクプラスの内容について詳しく詳しく解説いたします。お楽しみに。それでは笑顔でね。 Keep a smile. See you next week. Have a nice day. 株式会社エルコ西広島タイムスプレゼンツエルコちゃんタイムスでした。 We had a really really good time. Thank you for coming here to join us. Thanks again. 姉さん一緒にバイするよ。せーの、バイ。だからは